野郎ども、ラム酒の用意だ。思わぬお宝が手に入っ。それにしても、キラゴルド様ご指定の仏が、こんな…なぬ貴様ら、どうしてここに貴様…ひょっとしてエイサホー言われてみれば手配書の絵に売りエイサホー黄金城のキラゴルド様に急いでお知らせしなきゃあらんさすがは勇者ちゃんずいぶん有名バカ言ってないの早く神を助け出しましょう笑わせるな魔王様にボッコボコにされた負け犬どもがこいつらの首を差し出せば空いた六軍王の席だっておおいいこと言うじゃねえかなるほどよいしょやるぞ行くぞさあ行くぞい一気に行くぞい！おりゃ！ふっ！じゃあ！上出来じゃな。待たせたの、カミュ。怪我もな。魔物たちは倒したから安心して。一緒に帰り。様子が変だな。もしや魔物どもに何かす。そうだ。俺は、ここで。ああ、そうだ。あいつを、あそこに、行かなきゃ。どうしちゃったのかしら。ひとまず、神ちゃんの後を追いましょう。
こら、カミュ、一挙前にサボってんじゃねえぞ。なんだその生意気な態度は。10年前、雪の中で震えてたガキ2匹を今日まで面倒見てやってる恩を忘れたか。分かってるよ、あんたらには感謝してる。また怒鳴られてやがんの。要領悪いよな、兄貴は。マヤ。ま、兄貴の気持ちはわかるけどな。俺もあいつら大っ嫌い。そんなビビるなよ。ほら、それより早く終わらせて帰ろうぜ。俺も応援くらいはしててやるからさ。いや、少しは手伝えよ。今日はお前があいつらの財布をちょろまかしたせいでキレられてんだぞ。いっし、やだ。くそ、しくじった。ったく、マヤ、お前のせいだからな。うるさいな、そんなこと言ってると、いつか俺が大金持ちになっても兄貴には分け。またその話かよ。だけど、そうだな、いつか俺たちでどでかいお宝を手に入れてやろうぜ。そいつでこんなろくでもない。世界中のお宝を手に入れて俺は大金持ちになる。まずは今日の飯が問題だな。ああ、翼があれば今すぐどこにだって飛んでいけるんだけどな。くったらない、兄貴はバカだな。それよりさ、こいつ焼いたらうまいんじゃない？兄貴、もう？兄貴、これって今日の航海でたまたま見つけたんだ。今日はお前の誕生日だからな。そのおめでとう、マヤ。は？何このしょぼい首飾り。兄貴さ、俺の誕生日を祝うなら、そうそう、こないだ噂で聞いたレッドオーブってのが欲しいな。デルカダール王国に伝わる秘宝なんだってさ。その首飾りには曰くがあってな、身につけた人間に翼
次から次へと金銀財宝をもたらすんだとよ。うそくさい話だが、お前みたいな欲張りにはお似合いだろ。だから今はそれで我慢を。お前どうしたんだそれ。兄貴、これ俺どうかを磨こうと触ったら。金に変えられちゃうんだ。この首飾り最高。また増えたな。よしし、どうしたんだよ兄貴、しけた顔しちゃって。黄金ちょびっこいつでいいかな。おいマヤ、なんだよこれは。あれ、こんな小さいのじゃ嫌ってわけ。さすがは俺ない。ちりか、いい加減にしろって言ってんだ。うるさいな、びっくりするだろ。ちょっと調子に乗っただけじゃん。悪かった、俺もか。はいはい、分かったよ。首飾りの力は縛る。あれ、あ、なんで。どうしたんだ兄貴、どうしよう。はあ、そんなバカな。嘘じゃないってば、本当に。くそ、なんだこれ。俺何も。マヤ、動くなよ。マジかよ、どうなってんだ首飾りの。やだやだ、なんで俺の体が金に。マヤ、くそ、どうすりゃいい。
妹、マヤを失って俺は逃げるように旅に出た。旅の途中調べていて分かった。あいつに送ったのは誕生日の日、自分の犯した過ちから逃げたくて、忘れたくて、あちこちでやけになった。気づけば一発の盗賊さ。そんな時だった。預言者と名乗る奴に言われたんだ。伝説の宝珠を集め、いずれ地の底で出会う勇者に力を貸せ。さすればお前の贖罪も果たされるだろう。最初は信じちゃいなかった。うさんくせえのはもうコリゴリだったしな。けれどその予言通り、俺はお前と勇者と出会った。おお、カミュ、お主記憶が。すまねえ、じいさん。それにみんなも随分迷惑かけたみたいだな。予言者の言う食材ってのが何かは知らねえ。だけどお前たちと旅を続けるうち、その予言は信じられそうな。お前も見たんだろ、この場所に黄金、今この辺りには黄金を集めてるキラゴルドとかいう魔物がいるんだってな。捕まってた時に魔物どもの話を聞いたんだが、ここから北に連中の居城があるらしい。黄金像になったクレイモランの人たちも助けなきゃいけないし、行くっちゃないわね。ありがとう。どうか。上出来じゃな。